どうも、みしょです。それではビルダーズの続きをやっていきます。いや、今回無事にその城まで行けるといいですね。多分こっちで合ってると思うんだけど、いや合ってるよねいや合ってるのか本当に。前回すんごい迷って迷い尽くして、ちょっと夜があんなに怖いとは思わなかったんで、夜になる前にちょっと帰りたいなって。トン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 。これさ、積み上げていけばいいんじゃないの？こんな感じで。こんな感じでいけば多分どっか行けるでしょう。おお、キメラがいっぱい。もうキメラと戦いたくない。こっちに行けば合ってるはずだ。怖いな。一応寝たとこだから夜にはすぐにならないと思うけど。おっと、何もないな。相変わらず高いところは弱いらしい。もしかしてさっき気づいたピリーンって音、お前さんか。よー、そんな遠いとこから。なんかこれどんどん敵集まってくる気がする。オッケー。おお、あれはまさか見えてきたか。見えてきたな。無念だ無念だ。お前さん誰だよ。え、あんた、この無念さを伝えられないのがまた無念だ。おお、ひょっとして君には私の姿が見えるのかい。私はこの地を守るべくリオヨ軍と最後まで戦ったメルキドの兵士だったんだ。町を守る石の守りを思いついた矢先に魔物にやられてね。それが無念で仕方がない。そうだ、私のことが見える君に石の守りの使い方を教えよう。まずはこの石垣とトゲ縄で私の足元にある石の守りを完成させてくれ。はいはい。まあいいさ、いずれ君は自分の正体に気がつくときが来るだろう。いや、作れっつったってね、なんかね、作れっつったってね、どうやって作るって言いますか。作業台どっかないかな。これ今入ったらあかんパターンだ。これ絶対ダメだ。これ絶対ダメなやつだ。怖いからやめとこう。ということで、持ち物、こっちの方に切り株作業台が、ちょっと邪魔だなお前ら。いらない。火の作業台持ってんじゃねえか。ドン。で、何を作るんだっけ。あれ何を作るんだっけ。あれ何を作るんだっけ。何を作るのかを忘れてしまったんで誰か教えてください。思いつかないんですよ。石垣とトゲ縄、足元にあるトゲ縄って、あ、トゲ縄、このトゲ縄を使ってどうしろと。いや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 、ちょっと待ってください。一旦帰るか。一旦帰ろう。全くよくわからない。
帰ろうじゃないか。嘘だろ。青い油もいらない、キノコもいらない、これもいらない、土とかいらない。よし、しまっちゃダメでしょ。さあ帰ろう。いや待てよ、帰って大丈夫か。帰ったらまたここまで来なきゃダメなんじゃねえかって思うんだが、ちょっといかがなことか。いや、これは帰らないでおこう。ってして、まず何を作るんだ。よくわかんないね。なんだここ。なんだこの人は。ロニア、ロロニアさん亡霊なんだ。まあとにかくあれ教えて、石の守り、石の守りについてちょっと作りたいんだけど教えてください。ちょっちょっ、まったく、あれ今なんかここで待ってろって言われなかった？あれ待ってろって今言われたよね。待ってろじゃないだろう。絶対これ屋上になんかあるから来いってやつだろう。よいしょ。あーやべ、通りたくねえなー。あー屋上ってどうやって行くんだ。ここどうにかすればいいのかな。っとふわー落ちた。そのことを一個ずつ土置いていくか。土置いていきます。待て、暗くなってくるぞ。あーもうそんなとこにあるんかい。暗い、これは暗いぞ、みんな暗いよ。腹も減ってるし、体力も減ってるし、もう踏んだり蹴ったりじゃん。行くぞ。で、ここら辺にな、あるんだよ、穴がな。だからな、埋めていくんだ。こうして、こうして、こうすると、こっちの方に行けて、あー、まだあるよ、穴。やめてくれよ。まだ穴あんの？見えなくなってくるって。暗くなってきたぞ。松明必須だなこれ。あれだ、マイクラと一緒で絶対いるじゃんこれ、松明が。暗っ。待って、屋上ってどうやって行くの？
屋上への行き方がわからない僕はどうしたらいいですか。あと暗いんです。ゴースト、待って待って、ゴーストはあかん。俺リアルの世界でもゴーストはあかん。リアルの世界でもゴーストはあかんのに。どこだ、ゴースト来るなよ。今ゴーストいなかったか。お、これはこっから上上がれる感じ。ちょっと置いとこうぜ。なんだよ、こっから上がれんのか。え、上がれないの。さあ屋上まで来たが真っ暗で何も見えません。屋上で宝箱を発見。キメラの翼を手に入れた。ありがたくもらって帰るで。これ危ねえな。うっそん。マジですか。ご視聴ありがとうございました。なんという終わり方。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。